吉田さん、学校の勉強っていまいち目的が分からなかったんですよね。まあ少なくとも受験対策ぐらいにしか思ってなくて、勉強することとしないことの圧倒的な差とかね、勉強したらその後にどんな世界が待ってるかってことがいまいち分からなかったんですよ。で、しかも勉強できてるやつってなんかね、ひがみの対象になってモテなかったんですよ。私のモチベーションはいかにモテるかだったんで、どっちかっていうとちょっとグレてる方がモテてたんで、10代の頃はグレてましたね、スタイルで。で、音楽をちょっとやってるとさらにモテるんで、そういう時期だったんで、ちょっと音楽やってましたね。そんな感じで、ろくでなしブルースみたいな、そのね、あれですよね、ザ・ブルーハーツみたいな感じが、まあ、いけたのかなと思います。ガリベンはモテなかったんですよ。でも、それからだんだん分かってきたのは、まあ、大学に行くぐらいは勉強した方がいいなと。それは最低条件かなっていうのと、社会に出ると、勉強ができなくてもモテると。結果的に稼げばモテるってことだったのかなと思います。単純にね。で、お金があるとそのモテそうな場所に出かけることができて、モテそうなアクションを起こすことができて、モテるための情報とか応援をお金で買うことができるんですよね。もちろんお金そのものも自分の魅力の一部にすることができますんで、まあ私はそういうことだったかなと思いますね。で、たくさんの人にモテようと思って逆にモテなくなるんで、まあ、だんだん絞り込んでいったってことになるのかなと思います。まあ、私のね、モチベーションはね、モテるだったんですよ。だから、勉強すればモテるよっていうふうに10代の頃に教わっていたら、まあ、勉強したでしょうね。でも、勉強したらなんか、ひがみの対象になっていたりとか、私なんてね、ひがむそのものだったんで、あいつガリ勉だからさ、なんか、つまんない人生になるんじゃないの？勉強はできるよ。頭いいかもしんないけど、むちゃくちゃ喋りつまんねえじゃん。とかね。あいついつもテストのことばっかり言ってて、ほんと、しょうもないな、大した趣味持ってないんだろうなと思ったら、勉強するやつっていうのは、結構いい趣味持ってるんですよね。悔しいですけどね。で、ビジネスは、なんでね、私がやる気になったかっていうと、ビジネスだったらモテんじゃねえのと思ったのと、それまで、キャバクラ通いしている、それを維持しようと思ったら、金がないといけなかったんで、金を払ってモテるっていう立場ですら、金がないとモテないっていうことに気づいたんですよね。だからまあ、なんとか稼ごうかなと。借金はそろそろ限界に来るから。つうか、限界越してますからね。もう半分脅しみたいな感じで、これからも俺と付き合っていきたいんだったら、まあ金稼よみたいな言い方ですからね。5万10万っていう話じゃないぞみたいなね、圧力かけて30万50万100万と借りてったもんですから、まあ本当に返せてよかったなと思いますけどね。だから動機がすごく大事。モテるは動機ですよ、私の場合は。いってらっしゃい。